はい、皆さん、こんにちは。カズエンドでーす。今日はですね、シラスのサクセスをやっていきたいと思います。センス丸を引いております。初期値こんな感じですね。で、イベントデッキ、佐伯のね、50にしているフレンドさんがいらっしゃいましたんで、使わせていただきたいと思います。やっぱりね、50になることによって、練習効果アップね、30% つきます。そして、精神ボーナスが8ついて、技術ボーナスなので、まあ、またね、上限値アップということで、もうほぼ最強キャラと言って、間違いないです。そして、まあ、千丸だけだとね、精神、要はメンタル101と、精神ポイント101、守備101っていうのはなかなか難しかったんですけど、まあ、登場とね、入れるデッキだとなかなか難しかったんですけど、ここも可能になるんじゃないかななんて思っております。なので、このデッキで、まあ、雅を除いたこのデッキ、まあ、ちょっと B 賞ポイントとかどうかなっていう不安もあるんですけども、頑張っていきたいと思います。さあ、どんな選手ができるのか、頑張ります。うん。割と再起評価高いのかな？すごいよね、ちょっと。もうこんなんだったら僕もね、50作りたいななんてすごい思っております。さあ、ただ、初見なんでね、ちょっと不安要素もあるが、頑張っていく。うん。もうそれだけです。どのぐらいの選手ができるのか。非常に楽しみですね。あとは、しきちゃんの評価はしっかり追っていかなきゃいけないので、そこは意識していきます。うわ、最高じゃないこれ。コツはまだちょっと取れそうにないので、このままいきます。さあ、もう初っ端、パワーヒ。うん。初級、いいですね。もう初っ端からパワーヒとか来たらもう、だいぶテンション上がっちゃうんだけど。さあ、自己紹介です。で、最近に関しては、エピローグもね、あって、そこで、骸骨まで取れるということで、まあ、すごい有能ですよね。ちょっと、これは、わぁ、最近やっぱ、技術ボーナスもあるんで、まあ、これはちょっと、技術ポイント欲しいんで、こっち行きます。やっぱね、101にしなきゃいけないんで。結構大変だけど、行くかな。すごいワクワクはしてるよ。うん、いいですね。まあ、式行きたい気持ちもあるんだが、ちょっとここでコツを取ります。悪球、で、初球代打、ヘッドスライディング、まあ、これで、うん、盗塁アシストは来たらしょうがないかな。よし。パワーヒ欲しい。うん。あと、安倍ヒも、広角も欲しい。ハイボール。技術ポイント使うやつはもう、やっぱ守備101にする上ではね、やっぱり取らなきゃ、直で取れない。うわ、すげえな。まあ、すごいよね、これ。ちょっと行っとこう。式行きたいんだけど。いや、ちょっとすごいわ。さあ、ここでイベントが来ました。佐伯の夢ということで、ここで、これ金徳イベントですね。下を選んで継続でございます。うん。これ50、多分相当強いな。これは妄想しましょう。式のイベントも成功させたい。すごいからな、もう本当に。うん。ちょっとラブパ中にね、回復まで、いろんなことをやっていきたかったんだけど。あと、初のね、上限値アップがあるキャラの後入れ。うん。これは初めてなので、こういうのもね、やっぱりいいですよね。いろんな組み合わせを可能にするので。ハイボール。ブロックもいい。ちょっと取りすぎ感はあるが、やっていく。よし。敏捷、ちょっと敏捷考えちゃうな。総理。
印象ポイントね。さあ、イベントが進みますね。あとは、指導ね。いやー、最高。最高、最高、最高。いやー、これ、どうしよっかな。ちょっとでも、うかつに取れない気持ちはあるんだよな。上限値アップが一人であればね、割と、どんどん取っちゃう派なんですけど、ちょっと取りづらい。はい、左。おお、捕獲。よしよし。いいですね。告白が早いのは嬉しいです。セクワンで告白来ると本当に、いろんなことを考えながらプレイできる。うん。立ち回り含めね。ああ、これも最高です。45はいかないので、このまま行きましょう。で、精神ポイントはなんかもう、結構大丈夫な気はしているよ。逆境とかだから、競争心とかいいんじゃないかなって思うんだけどね。ちょっとまだポイントバランス的に、このまま行こう。そして打撃のね、タッグ踏んでいきたい。総力さんね、本類生還。臨床ポイントは嬉しいです。いいですね。ここで早くムードを潰せるっていうのはね、僕のシラスの立ち回りでは非常に今大事です。骸骨だし、やっぱり臨床ポイント、考えながらやりたいので。すげえな。精神ポイントこれ多分すごい、すごいな、本当に。で、一応ムードは取りましょう。あ、悪球取ってなかった。危ない危ない。ちょっとボンミスというか、見えてなかったですね。競争心もいい気がするな。ただ結構食うからな。ひとまずこれでいきましょう。で、少し上げます。天才使うのもありだな。どんな感じだろう。千丸で101、101持っていけるんであればとんでもないの作れそうだ。出てるもんね。能見のイベントとか来てないのに。ちょっと怖いが、ちょっと怖いが成功してくれ。37、37、どうすっかな。いくか。37。よし、ちょっとルシファーイベントが早すぎたよね。対左2回目。対左2回もらっちゃうと、もうさすがに私は取ります。いやー、ちょっと徳はどう評価するか、早く徳の意見を聞きたい。これも成功してくれ。よし、成功。これ成功するしね、全然違うから。さあ、これも行きたい。48。これも行きましょう。四季がいるのもいいですね。で、取れるかな、取れるかな、よいしょ。ラッキーボール。ゲッツーとかも取っちゃうか。ささやき。いや、なんか流れとしてはすごいいい。キントくんのところちょっと、失敗というかね、悔しい結果ではありましたけど。まあ、この体当たりももったいないかな。そして、ラブパに良くなる。
体当たり。抑えます。あー、まあ、行こう。怪我すんな。オッケー。で、次、四季か、チャンス。四季もしくは、あー、いいね。デートでもよかったかなと思ったんですけど、タイミングはすげえいい。そして指導も来る。メンタル32。これメンタルいきましょう。32。で、これチャンス多分取っていいね。よし。うん。メンタル3タックとかすごいんだろうな。ローボール。うん、これはちょっと残念。41。いかないね。いかない。うわぁ、ちょっと残念だな。どうしようかな。これも美味しいんだよな。これいくか。ラブパ中ですしね。うん。で、みやびがいるデッキと違って、モテモテ多分つかないんですよ。なので、こういうところでしっかり追うっていう作業が必要になりそうですね。脳みの評価がまだ上がってない。早急。もらうコツはちょっと渋い感じがする。ただイベントは走ってる。前部がね、割と重いんだけど、前部が走ってるのは嬉しい。デートするか。妄想踏んどく？これで。まあ、何回か行かなきゃいけないんで、ここで一回行っときましょう。ハンデは無用。これは福井部ですね。ハンデは無用。これはですね、成功失敗があって、成功すると、俺たちの存在で逆胸骨、そして、相手が油断しているを選ぶと、意外性骨1がもらえます。ただ、ポイント的には下の方が高い。下で勝負しよう。おう、これ成功ですね。うわ、すげえな。結構ポイント入る。これで逆境は抑えても良さそう。うん。すごいね。そしてコツも来ていると。52。打撃。ちょっとこっち踏んでみる。52。やっぱり代打の神様が欲しいんですが、ちょっとこういうところで踏んでみる。かつ、上げていきたいっていうのもあるんでね。で、逆境は多分抑えていいはず。うん、これでいきましょう。ちょっとポイントバランス的にちょっと怖いんですけど、うん。ここはちょっと勝負していきたい。バント。大吉。いいですね。おー、来た来た来た。あー、いいね。51、これは行きましょう。評価の、脳みの評価を上げられるのも嬉しいです。まあ、ここら辺取れないの痛いな。バントもちょっときついよね。うん。まあ、コツはちょっと待ちで行きましょう。コブで、脳みが1回目ですね。そろそろデート1回踏んでおきたいな。うん、いいですね。どんどん進んでいる。意外と来るな、マジで。67。どうすっかな。正直安心したいんだよ、こっちで。初めに67行くようであれば67目指し、あ、行かないかな。行くね。で、コブは取れなくなった。まあ、連チャンで来ないでしょう。で、こういう時に組んだ。さらに裏来た。くそ、マジもったいない。
なんでこう言った時に来るんだろう、マジで。普通来ないでしょ、ここで。87。まあこれは大谷選びましょう。来るかな、本当に。怪我しにくさ。うん。パワヒ、アベヒ、広角。そこら辺がね、本当に欲しい。意外とイベントは走ってるな。ちょっと勝負しましょう。うわ、もう最高。何この、この感じ。すげえいいじゃん。ちょっとやめとくか。こんな感じで。デートに行く暇がない。うん。いいサクセスって本当にデートとかなかなか行けないよね。あとはデートとか回復のタイミングがすごいいい時とかね、行きやすいんだけど。うん。やっぱり精神ポイントはもっと稼がなきゃいけないね。稼いでるつもりだけどまだ足らない。オッケー。え、すげえ出てない？セクニで4200点だよ。すげえ出てる。大丈夫？ちょっと、うわ、マジ再起50にしてえな、これ。うん、これは筋力でいきます。コツ。いいコツ欲しいな。そうだな。マジコツ次第だな。こうなってくると大谷も50にしたいよね。何？悩んだ。うん。パワヒ、広角、アベヒ。もうそこ。マジでくれ。何やんだ。メンタル。うん、まあいいでしょう。キューチ。あー、ここデートですね。もうここデート行っとかないと行くときがない。あとはイベントですね。イベントがどん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 走ってほしい。あとがちょっと走ってないね。窮地を抑えましょう。骸骨もしっかり抑えていきたい。うわー、こことか行きたいが、ここです。骨優先でいきます。広角、ナイス。ちょっと広角は思いが取る。メンタル、うーわ、こういうの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 です、こういうの。取るものはないよね。いいね。ここでやっぱり技術ポイントもしっかりバーンと入ってくるし、ここに多分最近いたらすごい入ってくるんだろうね。プラス 30% 乗ってのだから。アベヒ。いやー、流れ来てる。流れが来だした。あとは、もう本当にあとはね、しっかりとイベントが走ってくれること。そこがとっても大事。うん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 。悪くない、悪くない。いいですね、ここも。意外性。イベント来てくれ、マジで。後イベは、ちょっと妄想しないと怖いね。41、これは行くと思います。意外性取ります。よいしょ。で、ちょっとポイントも振っていく。よいしょ。うん。まだポイントやっぱり足らないね。一発逆転。これはちょっとまだ取れない。うん。ここら辺で次指導がなかったらもうデートっていう感じで進めていきます。
ああ、こういうパターンだと、雷は次ラストだよね。で、後がきついから、ここ一発いっといてもいいな。行こう。後入れが割ときついです。うん、成功です。ナイスです。さあ、どこ？メンタル打撃。打撃でもワンチャンありな気がする。8、6。いかねえか。いかないね。いかないので。固め取ります。なんと無理。連打欲しいな。連打重いから。一発逆転もちょっとまだやめとく。よし。後入れ頼む。来てくれ。後入れ来てくれ。アウトコース。後入れ87。これ来てな。技術ポイントをね、やっぱりこういうところで稼いでいかないといけないので。87行くんだったら行きたいけど、多分行かないよね、これ。ああ、ちょっときついね。行くんかい。ちょっとこれは仕掛けようぜ。行くなら仕掛けよう。アウトコース来たら泣くで。ラッキー戦。ここは、妄想し、前。デートだろう。あ、イベントこれちょっと結構怖い。なんか悪くないから、悪くないから、これちゃんとね、イベントさせたいんだよな。S 字国。よし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 。いいよいいよ。回復かぶりぐらいいいよ。あとはパワヒですね。パワヒはでもね、なんとか取れそうな感じがしている。バランス的にいいかな。来ちゃうよりね。怪我しにくそ。これでいくか。よし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 。パワー来たらマジ最高だな。いっそう。いっそ取れますか。ね、まあ、パワー上げられるんだったら。まあ、ちょっとやめとくか。技術ポイント的になんかそんなに余裕がない。いっそも取れないね、これ。よし。やっぱり必要なのは技術ポイントですね。打撃タックとか来てほしい。頼む、勝て。うわ。こういうところのポイントもすっごい大切だから。さあ、どんぐらい出ているか。55。ちょっと伸び悩んだセクさんです。ここはちょっとデートしよう。こういうところで消化していく。そしてイベントも来てほしい。お願いです。イベント来てください。来てください。くわ、これやばいな。80はいかないが、こいつね、結構コツいいんですよね。逆境通り、粘り以外。行く？どうする？デート？デートってことはないし、80は、まず持っていかないね。70はいくけど。まあちょっと行ってみます。いやー、ちょっとあれ取ったの失敗したかな。盗塁。イベントが全然来ない。これはこっち、少しでもですね。少しでも技術ポイント。
満塁男。うん、A になりました。よし、また一つ完走です。満塁男取りましょう。よし、うんうんうん、一層も取りましょう。で、ちょっと、あ、これは無理だ、これは危険、やっぱ B 賞も足んないな。さあ行きいきます。頼む、イベントイベント、あと何個だ。前は終わったか。さよなら、イベント来い。メンタル、筋力、これは無理。メンタル、いきます。すんげえポイント入んな、これ。うーわ、イベントが来ねえ。86、ここも美味しい気がするが、技術ポイントは取っていきたい。うわぁ、無理か。結構ポイントきついな。まあでもいきます。チャンスメーカー、まあもうイベント完走しねえな、これ。再起100、これもちょっとギリギリな気がする。いくか。はい、いかねえイベントが全然来ない。デートします。怪我したくない多分このデッキでやる人多分すごい多いと思うんですよ。ただやっぱりね、ポイントバランス的にすごい怖いな。敏捷ポイントってやっぱり大切だしですし、そこはなんかうまく俺取れない。打撃行きたいけど、これ妄想しないともうきついよね。ね、これで2回目だもんね。で、佐伯も来てないもんね。まあ良かったと思うよ、この判断。で、こっちも開け。うん。そうだね、やっぱ精神ポイントはこうなるよね。うん、臨床技術ですね。臨床と技術ポイント、まあちょっと立ち回りもあんまり良くなかった。うん、立ち回りもあんまり良くない。ただなんか可能性はすんげえ感じる。ちょっとこのデッキでいろいろ練習したい。性の骸骨が取んなきゃいけないね。エピローグでもらえるんですけど、骨レベル1でもらうらしいんで、金徳は。でも最近1回しか来てないよね。完走しない恐れがある。うわー、これは痛えなー。妄想これ。デートあと何回？一回。ああ、どうすっかな。妄想しとくか。乾燥しないことの方が嫌だ。ほい。福井べ。福井べ。まあ、これもこれもすげえでかいけど。
こっち上げますか。とりあえずこうして、呼吸を先に90、こっちも90、こんな感じでいきますか。いやこれさもっとポイントバランス的にはまれば相当強えぞこれ。みやびの大切さもすげえあるんだけど、これはこれですごい強い気がする。ただみやびって知らず知らずでやっぱり臨床ポイント取れてたから、やっぱりこれでも走塁1回あったよね、この今回のこれでも走塁と、あとどこだったかな、肩とかどっかの指導2つあった時に僕は肩を選、あ、走塁を選ばなかったんだよね。そういうところとかで臨床ポイントを取っていくっていうのはなんか大事かもしれない。あと技術ね、結構技術ポイント使うから、あ、技術ポイントは取りに行かないと。いやー、とにかくイベント。もう1回目だからね。イベントマジ来てくれ。くぁ、来なかったー。これは、こっち行ってゲートかな。どうすっかなー。パワー引き結構。圧倒的に技術ポイント足んねえな。ちょっと計算できるようにこうします。ワンチャン天才の鈍取り器使おう。これ今1枚あるから、これ千丸引いたらすごいよ。まずは打つ。いやー、よいしょ。イベント完成しないか。ルシファーめっちゃ速かったんだけどな。ルシファーはめっちゃ速かったんだけど、まあそこでの失敗も痛いよな。精神ポイントもすごいから、テンプレデッキ変わるよね。よいしょ。さあパワヒもいよいよ取らないとですよ。私打てないんでね打てよって話なんだけど、打てないんで。うわ、もったいねこれ。こういうのすげえもったいね。セクニまでは完璧だったんだけどな。さあイベントは何個来なかった。メッタ、気迫ヘッドで彼女、前、ああだからそうだね、最近とこだけ来なかったね。でパーヒだけ取りますか。取れるね。そっか、一応この守備と補給に関しては101は行くんだよな。シラス追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で古橋。第2球。よいしょ。打ちました。痛烈。いったー。上が。いやーこれ特攻作りちょっとどうすっかな。すげえ
頑張ろう。でもこのガチ育成もすげえ楽しい。すごいよこれ、絶対強いのできるよこれ。いいですね、やっぱパワーヒーがあると楽々打てます。さあ最後イベント来んのか、来ないか。うん、残念。45いきましょう。45。ただですね、こっからは本当に考えながらやらないと。ミートはもういいです。走塁が走力エースにはならないように粘り。うん、怖い、非常に怖い。粘り、よいしょ、逆っちゃう。さあ行きましょう。お待たせ。ツーアウトランナー一塁という場面で古橋投げた。これ天才使ってやろう。まずは外角高め。さあ次の投球。よいしょ。でやっぱあの金徳の冷静の上なんだっけ、なんとかなんとかっていうなんか名前もう忘れたけど。そうやってね。霊強止水っていう読み方で合ってるの？漢字読めない男だからね、あれだけど。なんか査定もなんかいいみたいだよ。98とかじゃないかって言われてたからね。割と高いよね。今日3打席連続でホームランを放っている古橋。初球が抜けた。まあ冷静も高いって言われてるからね。おお、いいね、いいね。まあ、ほんとはこっち行きたいが、コツを取りに行きましょう。ミートパワー。パワー、オッケー。そう、早球か。ひとまずパワーを。です。よし、こっからはですね、金徳とかに振っていこう。怪我とかも取れそうだね。一個取る。よし。金徳一つ未完でどのぐらいいくか。まあ、取れるかなっていう不安はあるけど。第3球を投げました。ボール、ここはよく選びました。カウントは2ボール、1ストライク。投げました。ボール、カウントは3ボール、1ストライク。次は5球目。さあ。アウトコース低め、空振り。さあ、6球目。よし、いや、抜けた、抜けた。2塁ランナー、3塁へ向かう。ボールは中継。ルンブはね、やっぱちょっと打ちづらいですよね。特に、ああいうカーブはね、俺苦手なんだよな。リードで迎える3回です。先ほどタイムリーを放っている古橋。ちょっと初球引っ張った、スタンドに入りました。ファール。第2球投げました。あのボール球だな。ファール。第3球を結構曲がる。変化量6だとやっぱそこそこ曲がりますね。もうこれは完全なボール球。カウントは2ボール2ストライク。投げました。スライダーをアウトコース低め。カウント3ボール2ストライクです。うん、約束悔しい今のは。古橋ツーベースヒット。ホームラン打たないと。シラスリードで迎える5回です。ワンアウトランナーなしという場面で古橋。ケイ。打ったこれは強烈。ほんで。入った入った。さあどんぐらいができるかな、楽しみだな。シラスリードで迎える7回です。ワンアウトランナーなしという場面で古橋。よいしょ。スリーベース。よし。いやーイベントあと2個か。やっぱ招き持ってこないとああいうのは厳しいもんね。あーこれ技術ポイント欲しいな。なんか技術いっぱい入るの。17、19。
ちょっとわかんない。どうしていいか。ここにしとく。さあ。まずは、ちょっと絶対のとこだけやっとこう。だからもう技術ポイントがもう、絶対的に足らない。大丈夫かな、これ。やばいよね、多分。あと必要なポイントで言うと130。200。200だったらまあなんとかなるか。でもそれ取ったら終わるよね。ちょい。210。そうね、多分大丈夫。1,2,3,4,5,6,7,8,9 と11段、ちょっと少ないか、ちょっと少ない。今で SS 結構強いな。結構強いな。しっかり打たないとポイントがもらえなくなる。金得点がなくなる。あの、ここはよく選びました。カウントワンボールワンストライク。投げた。ボール。カウントはツーボールワンストライク。次が4球目。投げた。見送ってボール。カウントはスリーボールワンストライク。オッケー。これはいった。入った入った入った。知らず勝ち越しのチャンスです。ワンアウトランナー一塁三塁という。やってね。すんげー得意にいつも打ってんのに。そう。あー、これ絶対ですね。知らずリードで迎える7回です。今日2本のヒットを放っている古橋。よいしょ。ました。こっちよ。第2球。打つよ打つよ。カウントは2ボールノーストライクです。 OK OK。 さあ終わりました。1は行くね、うん、SS1 は行く。2に行くかどうか。うん、やっぱり代打の神様っていうのも大きいですね。でエピローグはね、皆さん中、あ、俺やっべ、冷静先取っちゃった。マジもったいない。冷静骨くれんだよ。うわ、バカなことした。ここ皆さん注意ね。絶対気をつけよう。え、満塁もくれんの？満塁と冷静くれるみたいですね。皆さん、マジ気をつけて。俺すんごいもったいないことした、ポイント。そうだよ。ゲームウィズさん見てて知ってたんで。うわ、出るね。さあ、こっからですせ。はい、査定振り終わりました。こんな感じです。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13段です。まあ、金徳がね、一つ、はい、成功というかね、来なかった、未完で終わってしまったっていうことと、あと、まあ、冷静をちょっと無駄にしてしまったっていうことと、あとは、コツ来てんのに、ね、青コツ来てんのに、妄想言ってしまうとかね。まあ、そういうのが、ま、金、うん、来てしまったんですけど、まあ、そこそこ強いの作れたんじゃないかなと思っております。SS2 は硬いんじゃない？ほら、3来た。3もかなり4メモリ。いや、これは強いって。これは強いって。これは強いっす。はい。で、オーダー編集していきます。内野だって、だよね、セカンドです。6,9,6,7,6,9,6,5。あ、これはダメだ。6,7、じゃあ6,9と変えましょう。これかな。よいっす。で、これをここに変える。おえい、 SS1 になった。いやー、すごいわ。まあ、とりあえず SS1 になったっていうこともそうだけど、これちょっと天才の入部届使って、やっていきたいと思います。はい、そんな感じで再起。
強いです。また動画でお会いいたしましょう。バイバイ。